ハードカバーの本、うん、俺まあ本好きやからいっぱいあんねんけど、ネットで取りに来てくれんの今、ブックオフみたいなんが。そう、ただで。で、その業者に渡したら、後からお金が振り込まれんのよ。そう。ほんでね、俺ね、綺麗な、ちゃんと、あれ本よ、傷んでもないよ。で、漫画もね、ゴルゴ13を40冊ぐらいかな。ほんで、普通のハードカバーのやつで、段ボールね、大きいのに3箱。送ってん。ほんでね、そのネットで見たら平均買取価格7000円とか書いてんねん。かなりやんか。3箱送ってん。いくらやったと思う？低かった。低かったよ、俺も。7000円いってなかった。いくらやったと思う？勘で。いくらやったら怒っていい？なるほどな。そう、7000って聞いてたことが大事やんね。800円くらいで。びっくりしたわ。合計63.846円。ね、846円。書籍35.655円。コミック28点。あ、28点しかない。267円。そう。そうやね。お値段がつかなかった商品164点。じゃあだからでもね、値段つけへん雑誌なんか入れてないよ。ちゃんと。いや、それやったら置いときたかったわっていう本いっぱいあるもん。うん。そうやね。そう、揃ってたらいい。読んでね、お売りいただいた代金をご指定の口座にお振り込みされてますでしょうか。万が一まだご入金がされてないようでしたら誠に恐れ入りますが、このメールに返信してお知らせくださいって。もうええわ思って。書いてんのかな、やっぱり今後見たらね、通帳記入したら。